動画じゃわかんないんだけどさ、お前の部屋ってすごい黄色いからさ、インド料理屋さんみたいな光なんだよね。超久しぶりにキャスをやりましてね、そこで話題になったヒカキンさんの猫ですよ。これの名前を今日発表すると。コメント欄見てみよう。コメント欄丸々金ってのが多いんだろうな。お父さんだってジジ金だし、お兄ちゃんだって正金だから、ペットってのは家族ですから。グッドが98来てるコメントがある。猫の名前はパブロディエゴホセフランシスコデパウラファンネポム製のマリアデロスレメディオスクリスピンクリスピアーノデラサンデラサンティシマトリニダードルイスイピカソで決定だな。だって覚えれるか。これ多分有力ですね。やっぱ猫金、猫金はないよ、さすがに。ちょっとひねってほしい。なんか自分が猫だったらそう思うよ。猫金だぞって言われても。それ単純すぎません？あ、コメント。猫といえば玉だから、ヒカキンと玉を合わせて、玉金、どうでしょうか？いや、ふざけすぎだよ、マジで。ダメだよ、猫の一生がかかってるんだよ、これ。ルイ・ヴィトンで爪を研ぐ猫か。すげえな。怖い。いや、そんなビビってたらお前猫飼っちゃダメだよ。もう全部ボロボロにされる覚悟でもやんなきゃ。キャスのコメントでね、7周年だから、ニャニャ金なんじゃないかって。7で合わせて。それがガチの俺の有力候補。俺が考えたやつは、林。逆に普通みたいな。林かわいいね、林。あと、ファイヤー。小学生人気すごいから。小学生ってファイヤー好きじゃん。すぐなんかパンチで、んとかファイヤーとブラッシュとか、ファイヤーとかやるじゃん。小学生受けを狙うんだったらファイヤーだけど、ニャニャキンか、林かの二択だよな。ヒカキンさんに飼われるって、これ前世でどんないいことしたんだろうね、この猫は。杉田玄白とかじゃないの？いや、すごいいいことしたよ、解体新書とか作って。ああ、確かにね。うん、すごいことしたよ。ついにビジネスキャットだって。ちょっと自分斜めから見てるぜ、かっけえだろみたいな。こういうのモテないんだよ。ヒカキンさんね、前から言ってたよ。俺とダンテとコラボしてた時もね、もう猫飼いたい猫飼いたいってね、すげえ言ってた。どうせなら猫じゃなくて旧館長とかでいろいろ喋らせたら面白いのに。アホなの？あ、ミントって説あるわ。おぉ、モンストの、あれ猫のやつで派生してヒカキンさんになったよね、あれね。そうだ、そうだ、そうだ。ミントミントっぽいな。いや、俺は林施設を捨てないよ。絶対そうだって。なんで絶対そうだってがおかしいの。フォレスト。それはフォレストカンプになっちゃうから、脱走してお前世界一周しちゃうよ。とりあえずじゃあ、答え合わせ。明日の7時ですか。見て、行きましょう。あれから2日ぐらい経ちましたかね。今んとこ名前の候補が、ファイヤー、ニャニャキン、そして林です。猫の名前が決定したと。見ていきましょう。ミントもいた。あ、いた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 。大変長らくお待たせしました。お早速発表します。この子の名前は、かわいい。ま、ル、林。チャンネル登録よろしく。